藤野ちゃん、今週の4コマもすっごく面白かったよ。将来さ、漫画家なれるじゃん。漫画家か。今日もだ。誰それ。隣の組にいる不登校の子。藤野先生。京本。藤野先生は漫画の天才です。私もっと絵上手くなるね、藤野ちゃんみたいに。京本も私の背中見て成長するんだな。あんたいつまで漫画描いてんの。そろそろ絵描くの卒業した方がいいよ。何してんだ私。じゃあ藤野ちゃんはなんで描いてるの。ごめん。なんで私。なんで描いたんだろう。もっと絵上手くなりたいもん。描いても何も役に立たないのに。私部屋から出てよかった。すごくすごく楽しかった。